地蔵峠をあと1キロほどで越えるので、撮ってみたいと思います。高遠から南に下る秋葉街道と言われる道をずっと越えてきました。です、最後の大きな、峠です。そこまでだいぶ登ってきました。このくらいの道ならいいんですけど、このずっと、途中やっとすれ違えるところがあるっていうだけの道が続きました。今はライトつけてますけど、ライトつけて、クラクション鳴らして、走ってきました。この近くは3000メートル級の山がずらっと並んでいます。道がぐにゃぐにゃ曲がって正確な距離をつかめないんですけど、まあ数百メートルです。5、6回あと数回曲がったら頂上のようです。自分が下がるのは難しいっていう時ですね、そういう時クラクション鳴らすように しています。
だ500メートルぐらいありそうです。今朝はこの山の下でも霜が降りました。次右に曲がって上がっていったら、そこが、頂上です。この頂上に近づいて、この撮影してから道がとっても良くなったので、助かってます。もうなんか地図です。これを上がったとこですね。これは諏訪の人たちが秋葉山とかですねに行くときに使った道、静岡の人たちが、どこでした、諏訪の方の生糸のああいう産業の方に、行くときこの道を通ったそうです。ちょっとこの辺でこれでその車が通れればいいから、なんか、一旦ここで終わります。なんか峠のようです。